はい、それではですね、時間になりましたので、始めていきたいと思います。皆さん、改めまして、こんにちは。就職部のオチです。第5回の就職ガイダンスということで、ご参加いただきありがとうございます。今日は、LINE とかでも何回もね、配信してました通り、今日は本登録表の部分とか、業界研究の重要性というところと、お話、させていただけたらなというふうに思っておりますので、お願いいたします。ではまず初めになんですけども、次回の、ガイダンスの日程、表紙の部分にも書いてありますけれども、12月8日、ね、水曜日っていうところになってますんで、この日、予定また開けておいてください。時間と場所に関しては今日と一緒になりますんで、この12月8日水曜日、3限の時間ですね、また予定を開けておいてください。で、その後なんですけども、書いてある通り、中四国の UI ターンということで、中四国出身の方だけじゃなくて、例えばですけど、公務員目指されている方とかいらっしゃれば、中四国の各ところの役所の方とか来られてですね、そんなお話も聞くことができますし、社会人と喋るという機会として活用いただくのもいいのかなというところで、中四国 UI ターンというのを就職ガイダンスの後、予言の時間で実施しますけれども、この後また詳しくそのあたりもご説明させてもらったらと思います。今日かなり資料多くなってますんでね、まずは今、就職ガイダンスのホッチキス止めのものでご確認いただけたらなと思います。ちょっとここはもう先、後ほどまた、資料の説明の中で話していくので、これだけまたイベントが増えてきてるよというところで、皆さん、ご承知おきいただけたらなと思います。で、私の方からまずですね、案内の部分からご説明させていただきたいなと思うんですけども、ちょっと重なる案内っていうところもあるんですけども、また聞いてもらえたらと思います。まずは業界研究セミナーがこれからね、また来週から始まってきますので、必ず皆さん、まず参加してください。今の段階でも予約してるよって方、どれくらいいます？業界研究予約してるよって。パラですね。で、実際、ウェブ上での申し込みでいくと、延べですけども、200名以上がもう申し込んでいるような形になってます。なので、もしご自身がまだ申し込めてないなっていう方は、ちょっと出遅れとるなというふうな意識を持ってもらえたら嬉しいと思います。で、また今回、ただこんだけ企業あるんで、どこから参加していいか分からへんわというところもあるとは思うので、今回、こんな緑色の冊子ですね、皆さんの家にお送りしております。届いてますかね？届いてる。進路本登録表と合わせてこれ送ってますんで、これを参考にしてもらえると、例えばお休みであったり、勤務地であったり、仕事の内容だったり、企業の方のメッセージなんていうのも見ていただくことができます。これは我々の、流通科学大学の学生のためだけに、ちょっとアンケートじゃないですけども、回答していただいた内容になっているので、ぜひこんなも見てもらってですね、中にも QR コードとか入ってますから、そんなも接続してもらうと、もっと詳しい情報も見ていただけると思うので、ぜひこれもフル活用して、すべての日程参加するようにしてください。で、あとですね、次のところでいくと、11月の17日、これも同じ。業界研究セミナーにはなるんですけれども、こちらは初日の日になってまして、先ほど言った11月の24日からのものと若干動き方が変わってます。まずはこれ、ハリマッチさんっていうね、姫路とか明石とか加古川とか、播州エリアとかを主に取り扱う人材のところをフォローしてくれる会社さんなんですけれども、基本兵庫県の会社を取り扱っているところとタッグ組んでやります。で、違いとしましては、業界研究セミナー初日というところもあるので、2時から業界研究の裏技セミナーということで、どういったところを見てもらったらいいかなというところを、播磨さんを通してお話しいただこうかと思っております。もちろん、授業がある方とかに関しては参加できませんので、参加できる2時、40分ですね、予言の時間から参加いただけたらと思います。で、もう一個違う点としては、しますと、こちらに関しては、1日あたり3社ですね、3社の企業の話を聞くことができます。
先ほど投影していた11月24日のところは各便2社ずつというところなんですけれども、こちらは3社聞くことができるということで、予約してもらえたらと思っております。まあ、昨年ね、こう毎年やらせてもらってまして、参加している学生さんの声を聞いてますと、先輩の声としましては昨年の声でいくと、やっぱりこう知らない世界って多いなっていうところで、参加して視野が広がったっていうところであったり、実際に前に登壇される方が年の近い先輩であったり、 OB を連れてきてくれたりっていうところもあるので、そういったところの話聞けてすごい身近に感じてもらって、働き方のイメージ湧いたなんていう声が結構多かったです。多分皆さんも今働き方だったり業界だったりっていろんなことがわからないところが多いと思うんですけれども、そういったところを少しでもこう補っていくためには、まず皆さん参加してもらうことが第一歩かなと思いますので、何からやっていいか分かれへんわという方も多いと思いますけれども、まず参加する、そこから始めてもらえたらなと思います。申し込みは QR コードを載せておりますので、そちらの方からエントリーしてもらったらと思います。はい、あとはまあ写真、ここは条件あまり変わってないですけれども、先ほど言った業界研究セミナーと一緒の日にちに、写真撮影会も実施しております。事前申し込みとかは特に不要になっているんですけれども、まあ、せっかく業界研究セミナー参加するスーツ着て来る機会になりますので、ぜひこれと合わせてね、撮影終わらせてもらえるといいのかなと思います。また今回あの履歴書の代わりじゃないんですけど、本登録表っていうものを提出いただくことになってますけれども、こちらにも写真の貼り付けが必要になってますので、もしそういったところでも活用したいなという方は、まあ、できれば12月の1日ですね、12月の1日までの撮影会に参加していただけると、だいたい1週間程度でご自宅に届くかなと思いますので、そのあたりにも予定を組んでもらえたらと思います。はい、まあ、もし自分の、ね、家の近くのところで撮るということがありましたら、またデータは必ずもらうように、ちょっと料金かかっちゃうかもしれませんけれども、データはもらうようにしてください。ではこちらの方のイベントの案内については私から以上とさせていただきたいと思いますので、続いての部分でいきますと、今継続中の進路個人面談というところでお話変わらせていただこうかなと思っています。皆さんこんにちは、就職部の稲垣です。私から大きく3つイベントの案内をさせていただきます。まず1点目なんですけれども、進路個人面談になります。前回のガイダンスの時からご案内してるんですけれども、もう申し込んだよ、またはまあ実施面談実施したよって方どのくらいいますか？あ、でも結構申し込んでいただいてますね。ありがとうございます。まだの方、このガイダンスが終わったらぜひ就職部に来て、申し込みを実施してください。この面談を通してですね、まあ、皆さんがこう感じている就職活動に対するこう不安であったりとか、まあ、悩みであったりとか、本当に何でも些細なことで結構なんですけれども、そういったところをまず解消してですね、就職活動に向けての第一歩を、スタートできればなと思います。で、前回もお話ししてるんですけれども、この進路個人面談、実施した方にはですね、この就職活動手帳っていうのをお渡ししてます。で、まあ、今後就職活動で大事になってくることで、スケジュール管理っていうのが非常に大切になってきます。そのスケジュール管理ができる手帳の機能と、あとは自己分析であったりだとか、業界研究であったりだとか、まあ、ビジネスマナーであったりとか、いろんな情報が載ってて、必ず皆さんの就職活動に役に立つ一冊になっておりますので、ぜひこれもお渡ししたいので、参加してください。申し込み期間なんですけれども、あ、すいません、実施期間なんですけれども、12月の23日の木曜日まで延長することになりました。前回お伝えしたのは11月末までだったんですけれども、1ヶ月延長することになりました。で、まあ、12月末までだからいいやじゃなくって、
できるだけ早めに申し込んでいただいて、早めにこうスタートを切っていただければなと思います。よろしくお願いします。で、続いて2点目になりますが、SPI 対策講座についてです。まず皆さん、10月末にですね、ご自宅の方に、SPI 基礎力判、診断テストというマークシートの、問題届いてるかなと思うんですけど、それも実施して、返信用封筒に入れて投函したよっていう方、いますか？あ、非常に少ないですね。まずなんですけども、まだこう中身確認して内容とかどんなやつだったっけっていう方はぜひ自宅に帰ってすぐ確認して実施してください。で、今回の、テストなんですけれども、今週の金曜日12日までに、中に入っている返信用封筒にマークシート、回答したこのマークシートと、あと、この細長い、結果が返ってくる封筒になるんですけれども、こちらに自分の住所と自分の名前と学籍番号を記入したものを、このついてる返信用封筒にきちんと入れて、12日金曜日までに投函してください。で、ちゃんと期間12日までに投函してくれた方には結果が11月末に自宅に到着する形になってます。で、今回のテストなんですけれども、皆さんの、学内順位が出ます。なので、自分のこう今のこう実力といいますか、学力のところが、どのぐらいのレベルなのかっていうのをぜひ把握していただきたいので、実施してください。また、中身、こう実施する中でこう難しいなとか、やっぱりここの分野苦手だなっていう方は、ぜひこの SPI 対策講座に申し込んで、講座を受けてください。で、この講座なんですけれども、もう2回、第2回までは済んでいるので、次回が16日火曜日の予定になってます。3件4件同じ内容なので、どちら出ていただいても構いませんし、全部、もちろん出ていただくのも結構なんですが、内容を見て苦手なところだけ出席という形でも構いませんので、ぜひこちらも参加してください。もう一度ちょっと言いますが、SPI 対策のこのマークシートのテストですね、早めに実施して今週の金曜日までが期限なので、ぜひポストに投函してください。お願いします。で、最後の案内になりますが、3点目は中四国 UI ターン就職相談会です。で、今日参加してくれている方の中にも中四国出身の方いらっしゃるかなと思うんですけれども、地元で就職するかちょっと今迷ってるであったりとか、少しでもこう地元に戻って就職する可能性がある方はぜひ参加してください。で、各県のですね、 UI ターン就職をこう、担当している方々です。方々が皆さんのためだけにこの流通科学大学に来て、UI ターン就職の進め方であったりとか、企業情報、インターンの情報などを伝えてくれます。また公務員、地元に戻ってこう公務員として就職を希望している学生さんや、教員として、こう地元に戻ろうかなって考えている方も、そういった情報もたくさんありますので、ぜひ積極的に参加していただければと思います。申し込みは、すいません、日程なんですけれども、12月8日、次回のガイダンスの後ですね、そのまま、予言の時間に実施を予定しております。申し込みは QR コード、この、QR コード、皆さんのお手元にあるチラシにもあるんですけれども、そちらから、読み取っていただいて申し込みになりますので、お願いします。ぜひ、積極的に参加してください。私からの、案内は以上になります。
はい、皆さんこんにちは。改めまして就職部の上田です。ですね、皆さんちょっとね、お伝えしたいことあるんですけども、そろそろね、皆さんメモを取りながらね、書くメモを取りながら話を聞く癖をね、つけましょう。まあ、せっかくねこういうとこ来て、いろんな情報を皆さんキャッチしてくれてるわけなんですからね、少しでもこう記録取ってね、家帰ってあれ何やったっけなってね、見返してもらえるようにしてもらったらいいかなと思います。これからね、皆さんもこう企業の方から話を聞く機会とかも増えてくると思うんで、ぜひともね、メモ取るっていうね癖をつけてほしいなと思います。もう一つね、ポイントとしては眠気防止にもなるね、メモ取ってね、手を動かすと。なので、頭をねすっきりしながらね、情報整理してもらえたらいいかなというふうに思います。はい。で、今日私の方からですね、皆さんお伝えすること2つあります。で、まず1つ目が、皆さん今見ていただいている、就活特訓セミナーですね、就活集中特訓セミナー、こちらがですね、今回皆さんにお伝えする新しいイベントになるんですけども、6月にですね、まあ、同様のイベントを実施したんですね。実は6月の時はね、インターンシップの対策ということで、このような、集中セミナーをやったんですけども、まあ、今回はですね、まあ、いよいよ就活直前ということで、よりこう就職活動を意識した、イベントを、12月の11、12の2日間で、実施をします。で、先ほど、越智さん、それから稲垣さんの方からね、大事なことを、案内がありました。ね、業界研究、それから筆記試験の対策、ね、でそれプラスもう一個ね、やっぱ年内にやっといてほしいなと思うのはね、やっぱ自己分析ですよね。自己分析で、自己分析こう大事ですよっていう話はね、今まで就職ガイダンスでも何回かこうしているかなと思うんですけども、じゃあ一体どうやったら自己分析できんねんっていうね、どうしたらいいんですかっていう質問をよくね、最近進路面談で、話聞くことがたくさんあります。で、そういったこうね、自己分析どうやってやったらいいか分からへんとかね、自己 PR 作ろうかなって思っているけどなかなか前に進んでませんという人はですね、ぜひこの、就活集中特訓セミナーにね参加してもらえたらなというふうに思います。で、右のページにですね、そのセミナーのプログラムの例が載ってます。ちょっと今ね、中身まだ調整中なので若干こう変わる可能性はあるんですけども、まあ、大体こういう流れで、こういうことをやります。まあ、1日目、丸1日ね、9時から、夕方6時まで、もうびっちり、自己 PR 作るっていうね、ことを目標に、いろんなプログラムをやっていきます。で、2日目、今度アウトプットですね。1日目に作った自己 PR を自分の言葉で言ってみる。面接練習をします。面接練習。なので、ね、もう面接が絶対的にこう苦手やっていうね、意識があると。いうような人も、まあ、勇気を出してね、このイベントに参加してもらえたらなというふうに思います。このイベント参加してもらうだけで、もうかなりね、就職活動を進みます。もうこれ間違いないです。これはね、今まで先輩が、よくね、言ってきてたんですけども、まあ、このプログラムに参加したら絶対いいよっていう先輩ね、たくさんいるので、ぜひね、皆さんもこれを体験してほしいなと思います。ただですね、ちょっと残念なことに、これ申し込みが定員があるんですよね。50名限定ということで、ちょっとね、本当はね、一人でもたくさん の皆さん受けていただきたいんですけども、ちょっとね、まあ、コロナのこととかいろいろありますので、50名限定ということで、させていただきます。で、申し込みの期間なんですが、申し込みは明日からです。明日から。今日はまだ受け付けてません。申し訳ないけどね。なので、ちょっとね、注意していただきたいんですけども、11日の木曜日から30日の火曜日まで先着順です。先着順、ね、で、申し込み方法としては就職部のカウンターに来ていただいて台帳に、書き込みしてください、ね、でそれが、まあ、予約の取り方になります、はい、ぜひね皆さんこちらの、特訓セミナー参加していただきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。はい。で、もう一つですね。もう一つはですね、留学生の方向けの案内になります。
はい、最後のページなんですけども、留学生の就職ガイダンスですね、こちら第1クール10月に実施しまして、それが終わりまして、次ね、11月の19日から12月の17日が第2クールということで、前回、前期でやった、第1クールでやった内容、もう1回ね、同じ内容でやりますので、10月に参加できなかった人は、ぜひここでね、参加してもらえたらなというふうに思います。もちろん、第1クールに参加していただいた方で、もう1回ね、例えばそうですね、履歴書の作り方とか、もう1回学び直したいという人はね、もう一度参加していただくことも可能ですので、11月の19日から12月の17日、毎週金曜日、昼休みで、6302教室でやってますので、QR コードから申し込みの上参加をお願いします。はい、それでは私の方からは以上になります。はい、ではですね、イベントがかなり、こうやって多くなっておりますので、ぜひね、自分でまだまだこういう活動ができてないなという方は、まずは大学のイベントから参加していただけると参加しやすいかなと思いますし、お友達と一緒に参加してもらうからことから始めてもらったらいいかなと思いますので、ぜひ積極的に参加していきましょう。お願いいたします。ではですね、ここからですけれども、また先もちょっと言ってたんですが、本登録表っていうのをまた家にお送りしております。多分一度7月に薄い緑色の用紙を提出していただいたかなと思うんですけれども、今回お送りしておりますこの本登録表っていうことについて、また簡単ですけれどもね、ちょっとご説明させていただこうかなと思います。これ家届いたの確認したよという人どれがいます？届いてるかな？もしかしたら自宅の住所変更届出してない人は戻ってくる可能性があるので、もし数日まだ経っても届いてないなっていう方は、就職部に一度来てもらったりとか問い合わせするようにしてください。なんでかというと、これまず必ず出してもらわないといけない書類となります。なので、これは例えば進学とか、就職するつもり今もないよという方であっても、必ずこれは出してください。そのためにちょっとお送りしておりますので、その点を覚えておいてください。で、またあとはですね、こういう記入例も一緒に入れておりますので、こちらの方も確認していただきながら、作成を務めてもらえたらと思っております。特にね、毎年多い注意事項というところでちょっとご説明しておきますけれども、一つは黒ボールペン、中にはシャーペンとか消せるペンというのが今ありますんでね、それで書く方いらっしゃいますけれども、これはもう基本的に正式な書面というところは黒のボールペン、消えないもので書くようにしてください。でなおかつ丁寧に、字汚いねんっていう人もいるかもしれないですけども、丁寧に書けば読めますので、読める字、相手の方が受け取ってみたいなと思う字を書いてください。はい。で2つ目が印鑑の押し忘れ。これはかなり予備登録票でも多かったので、押し忘れしないように気をつけてください。であとはスタンプ印っていうね、ハンコみたいなやつで押すやつがあったんですけれども、これは基本的にはダメです。なのでしっかり手肉をつけて、押す印鑑というところで押してもらえたらと思います。ただなんか端っこの方が欠けたりとか歪んだりっていう履歴書もあったりしますけれども、これも受け取った方は、あ、うちの会社に対してはそういうふうな認識で受けてきてんねんなというふうに思われてしまいますので、そういったことがないように丁寧にこれも押すようにしてください。で3つ目は証明写真。先ほどもね、撮影の話ありましたけれども、こちらの証明写真っていうのも貼り忘れっていうのがかなり多かったです。なので、必ず、スーツでね、撮ったもので、写真を貼るようにしてください。であとは、前回は修正テープ OK よとか、訂正印 OK よというような案内はありましたけれども、今回はダメです。本当の履歴書っていう感覚で作ってほしいので、これは認めません。だからといって、紙、もう1枚ください。こういったことも一切行いませんので、そのために一緒にお送りしている下書き用の用紙、ありますので、これを活用していただいて、集中して書いてもらう、作業してもらうというところでやってもらえたらなと思います。実際にね、まだ中身見てなかったりとか、今持っている方はそんな開きながらでも結構なんですけれども、さっき言ってた印鑑とかね、写真貼ってね、スーツの写真って、貼ってねというようなところが、ここは大きいポイントになってきます。こんだけ言うでも、まだ印鑑押し忘れ、写真の貼り漏れ、
これが本当に続出しますんで、そんなことで言ったやんかと言われないようにしっかりここはやっておいてください。特に印鑑に関しては基本こういう書面書くときには一番最初に印鑑を押すようにしてください。どんだけ文章をきれいに書けてうまいこと言っても最後印鑑でミスったらパーです、書き直しです、普通でいけば。なのでまず印鑑丁寧に押せるように、最初に押す練習してからここでまず第一発目に書くんじゃなくて印鑑を押すということを覚えとってください。あとはここに、まあ、連絡先とかね、あるんですけれども、特にメールアドレスと電話番号、自分の字っていうのは、まあ、読めるやろうと思うふうにね思うんですけれども、結構読めへん文字多いです。なので例えば0と O の違いとか、ね、アンダーバーとハイフンの違いとか、これって下手したら皆さんに連絡が届かない可能性があるんですよね。ちゃんと書いてましたよって言うんですけど、見た側がそういうふうに読めなかったらそういうふうに書けてないってことになっちゃって、皆さんは選考にすら受けさせてもらえない、説明会にも参加させてもらえないっていうことも起こりります。なのでこの辺もしっかり分かる字で書くようにしてください。あとはまあ下宿とかね、一人暮らしされていらっしゃる方は下の欄のところには緊急連絡先とか、帰省先ということで書く欄がありますので、そちらは必ず書くようにしていただいて、自宅から通っている方っていうのは同乗というふうに日本には書いてあるかと思うので、そのように記載いただけたらと思います。あとはこの学歴とか、まあ、これも基本見てもらったら多分大体わかるかなと思うので、まあ見ながら書いてもらえたらいいかなと思うんですけれども、ただ注意しないといけないのは、毎年あるのは学校の高校のところですね。ここで行くと、まあ、兵庫県立〇〇高等学校というふうに書いてますけど、ここは〇〇高校とかっていうふうに書いてる人もいますし、これは高等学校と正式に書くようにしてください。で、あとは間違いやすいのは兵庫県立と、ね、ありますけれども、基本公立の高等学校の場合でしたら県立、府立、ね、私立というところでありますけれども、例えば兵庫県だったら神戸市立とか明石市立とか天ヶ崎市立とかっていうふうな書き方になりますし、逆に私学、私立の高等学校に行かれている方に関しては、私立〇〇高等学校というような形で書いてもらうことになりますので、この辺が結構皆さんぐちゃぐちゃに書いてくる人多くなってます。これも特に OB 事例になりますので、そのミスもないようにしていただきたいなと思います。で、中には私立の中では学校法人とか〇〇学園とかって書く人もいますけども、これも なくて結構です。はい、私立〇〇高等学校というような形で私立の方は書いていただきたいと思います。あとはまあここの部分でかなり重要な、ね、ところで、今年からかなり幅を大きくしてたりしています。皆さんの良さ経験というのを少しでも企業の方に伝えれるようにということで、今年新しくリニューアルしてですね、行数も改良してですね、皆さんの履歴書として作成いただくことになりましたので、しっかりこのあたりも丁寧に自分の良さ強みっていうものをアピールしてもらいたいなと思います。自己 PR に関しては基本的には、まあ、ここ全部自己 PR として取ってもらいたいんですけれども、ここに関しては企業に自分の、ね、ことをアピールする場というところになりますので、自分の長所強みだけを一方的に言うというわけではなくて、その後の自己 PR という部分はその企業にどういうふうに貢献できるのかという部分までしっかり示すことが大事になってきますので、そういった、ね、ただ一方的にこれができるんです、私の強みこれですと言われても、企業からその要素はいらないよと言われればとか、あとはその良さをどういうふうに生かしていけるのというところが欠けてなければ、ここは成立してこなくなっちゃいますので、ぜひそういった点で書いてもらえたらと思います。で、ここのまあ例でいきますと、例えば私は失敗してもへこたれない人間ですっていうふうに書いてあるんですけれども、まず結論書きましょうと。ね、最初結論書いてねと。初めて会った人に結論言わんと何言ってるか分からへんよとなりますので、結論から書いてください。で、その後にこの方に関しては、ゼミの活動についてっていうふうに書き出してるんですね。で、そこの詳細、具体的なエピソードっていうのを書いて、説得力のある文章を作っていっているというような感じになってますので、で、そこでさらにどういう課題にぶつかって、どういう工夫をしたとか、これも別にすごい大きいことをやってくださいというわけじゃなくて、自分なりに工夫したこと、自分なりに考えてこう動いたよと
といったところをぜひ書いてほしいなと思います。で、その結果こうなりましたよっていうふうにつなげて、で最後に、この強みを生かしてあなたのところでもこういうふうに活躍していきたいですとか、こういうふうに頑張っていきますよというふうに、締めてもらうという流れになりますので、まあ、このあたりも基本注意事項というかね、赤文字で書いてあるところとかを見てもらうと理解していただけるかなと思いますので、ぜひ、その辺も一度目を通していただいて、まず書き出すことからね、ちょっとどんなことをやってきたかなというところで一気に文章するのは難しいと思うので、箇条書きとかでもいいからまずは書き出してみる、ね、どんな経験してきたかなというところを書いてみてください。はい、あと裏面の部分はね、ちょっとどちらかというと細かいところを、あと皆さんの自己分析につながるような項目にもなるかなと思うんですけども、例えばゼミ活動、アルバイト、自分の強み弱みとか、今までの学校内での活動っていったところを振り返ってもらうようなところになりますので、簡潔に書いてもらったらいいかなと思います。で、あとはこの単位のところですね、単位のところも3年の前期のところの終了時点のものを記入していただいたらと思います。で、あと今なかなかね、こう先のことまだ決めてませんよという方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、卒業後の進路というところもできるだけちょっと一回向き合ってもらって、少しでもこう具体的に書いてみる練習をしてほしいなと思います。で、あとは最後ですね、下のところに例えばその就職先っていうのを決める際に重視するものっていうのは、例えば自分は勤務地だなとか福利厚生だなと思うものであれば、複数チェックつけていただいても結構ですので、こういったところに今興味を持って、チェックじゃないですけれども、そういったところを意識して動こうかなと思ってますというところでチェックいただけたらと思います。あとは結構チェック漏れが多いのは最後のところで、まあ勤務地のところでどういうところから通いたいのか、また UI ターンどうしたいのかっていうところっていうのを、チェック漏れする方が多いので、ここもしっかり書くようにしてください。いっぱい項目ありますけれども、ここも全部空欄できるだけねなくして、埋めてもらうっていうところを意識してもらいたいなと思っております。で、提出期限に関してはお送りしております、書類も書いてますけれども、12月の16日木曜日ということで、ちょうど本当1ヶ月ぐらいしかありません。皆さんもかなり忙しいと思うんですけれども、日にちもありませんので、ここで一気にスイッチ入れてもらってですね、これはどうせまた後々自己 PR とかそんな書かないといけないタイミングが来ますので、このタイミングでどこまでしっかり向き合って書けるかっていうのはかなり今後大きく左右するポイントになってきますので、一生懸命書いてください。で、提出については2つあります。1つは郵送、もう1つは持参ということで2つ書いておりますので、特に気をつけていただきたいのは、郵送の時は12月16日に筆着となっています。今後就職活動していけば、筆着とか消印有効とかっていう言葉が出てくると思うので、これ何やと思ったら一回調べてみてください。特にこの筆着っていうのは、その日までに必ずその部署のところに届くように手配しないといけないので、16日に送っちゃダメですよ。なのでちょっと前に送らないと届かないので、その点は気をつけてください。持参の方は16日の3時まで受け付けておりますので、就職部の横のですね、セミナールームというところで臨時的にこう回収する部屋を設けますので、そちらに提出に来てください。お願いいたします。提出期限守るようにお願いします。で、最後にですね、こちらの方ですけれども、まあ、皆さん今までの予備登録票どんな回取ったっけなって、7月出したらどんなやったかなっていうのを思い返したいなという方は、留価ポータルから見てもらうこともできますので、就職支援っていうところを押してもらって、就職活動を報告登録っていうところを押してもらえば、ご自身の予備登録票出したものが見ていただくことができますので、それを参考にしながらブラッシュアップしてもらってもいいかなと思います。全く同じ文章で書かないようにしてください。夏から何の進歩もなくなってしまってもったいないので、その点はお願いします。あとはもう就職活動で本当にわからないことがあれば、随時就職部を使っていただければと思いますし、お友達であったり先輩であったり使える方っていうんですかね、相談に乗れるところをうまく使って、やっていってほしいなと思いますので、引き続き、就職部うまく活用をお願いいたします。また相談とかがあれば、添削なども随時行っておりますので、よろしくお願いいたします。では私からの方、私から以上となります。